ルーキー切り式、予想を覆しプロ初勝利後の阪神&巨人ファンの反応。おーおーおー、切り式おめでとう。切り式、変換しにくい。切り式、ようやく意味を知りました。岩崎卓さん、ありがとうございます。原の頭がおかしな日だった。追いつかれるまでは絶対続投じゃん。普通横川なんて変える球数じゃねえのに、マジで。わい、静かにテレビを消す。岩崎、ゆっくり休んでくれ。せっかくめちゃくちゃ良い投手戦やったのに、あまりに横川が不憫すぎるよ。スグルさん、ありがとうございます。こいつら終盤に点取れば勝てると思ってるよな。もうむちゃくちゃだ、こんなの野球じゃないわ。最近おとなしいと思ったらこれだよ。秋広にもバントさせるし、本場的的に理解不能なことするよな。秋広にバントとか抑えてる先発をたった80球で下ろすとか、ここのところずっとうまくいってたやり方をわざわざ変えて負けるならベンチが悪い。阪神を意識しすぎた結果やな。秋広の謎バント指示をかき消す采配、名将原やね。今日勝てるの強すぎやろって試合多すぎて戸惑うわ。ついに理解したか、ルーキー切り式。岩崎かお疲れてるやん。明日はベンチ内でええわ。最近ビハインドからの大山出塁、逆転の流れ多すぎやろ。岡田、腹を揃えたな。バントも変えたり、言うも何も理解できない。腹って意味わからんことしたらいいと思ってるよな。勝ってる場面でルック出すね、ピンと。どっちがクソ。采配の差で勝ったな。もう如実に現れてるよ。どんでん孫を見るおじいちゃん。3日連続負け試合のはずが謎の勝利やったわ。岩沢、これから岩崎をしっかり休ませるんやぞ。阪神みたいに中継ぎ打ち崩して再逆転すればええだけやろ。せっかくいい試合してたのにな。監督の采配で勝敗変わらんとか絶対ないわ。もう2位ともゲーム差やん。ヒロインでルーキーの切り式です。手ぶっこんでくれへんかな。岩崎、当分お休みやな。コミュニティに敵対の選手や使ってほしい選手、各球団の話など、プロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。